まったく、さっきからどうしたんだい。低血圧ってわけでもないんだろ。今のはちょっと別。さくやさんの食べっぷり見てたら、お母さんのこと思い出しちゃって。ああ、まゆみのやつはよく食ったね。で、それじゃあその前は一体なんだい？うずきさんが来てないなって。ゆうべあんな別れ方しちゃったから。気にすることはないよ。あんな光り物振り回すような危ない連中に関わると決まって面倒なことになるしね。大方あの後だってこの高ぶったちをどうしてくれようとかなんとか外をうろうろしてたんだろうしさ。あのね、さくやさん、うずきさんはそんな辻斬りみたいなこと。次のニュースです。本日未明、蛇塚村で男性の変死体が発見されました。え？発見された男性は地元の中学校で歴史を教えている男性教諭、加野川里森さん、30歳。加野川さんは先日より帰宅しておらず、家族の方は安否を気遣っていたところ、思いがけない訃報となった様子です。ああ、ついにやっちまったね。だから、うずきさんがしたわけじゃ。体内に血液が残されていなかったことから、死因は出血死とみられています。なお、遺体が発見された現場付近に血痕がなかったことから、加野川さんが殺害されたのは別の場所とみられており。こんな田舎まで、最近は物騒なのね。やっぱりうずきさんじゃないよ。吸血鬼ってのぞみちゃんとみかげちゃんのことだよ。だってあの子たち私の血を。ケイの血がどうしたって？それにゆめいじゃなくてのぞみにみかげだって？私は途中参加だったからね。ゆめいとうずきが来るまでの間にあんたに何があって、あんたは何を知ったんだい？まさか、うずきはともかくあいつが。あいつってのぞみちゃんたちのこと？さくやさん知ってるの？ああ、まあね。そののぞみとみかげってやつらは退治されてるはずなんだけど。そうなの？
ケイ、あんたもう帰りな。はい。帰れ。さっきのニュースで言ってた通り、物騒な事件があって、まだその犯人は見つかっちゃいない。だからそれはのぞみちゃんたちが。相手がそういった類ならなおさらに。あんたが狙われているんだろう。そのくせ身を守る術を持っていないんだろう。それなら逃げるのは当然じゃないか。それはでも。いいかい、こっちに来た途端に狙われるようになったんなら、向こうに戻れば狙われなくなる。そいつらが追ってこない限りね。夢一人じゃあんたをかばうのはきついみたいだし、今度はうずきが来てくれるとは限らない。あんたは帰るべきなんだよ。違うかい？だけどね、さくやさん。だけどってあんた、あんな目にあってまでこんなところに残りたいっていうのかい？危険を押してまでこっちに残りたいって理由が私にはわからないんだけどね。それは。答えられないわけだ。だったらもういいだろ。恵美子さんの家だって昨日のうちに見て。まだ見てないもん。まだ見てないもん。お父さんの実家だったね。ご神木まで行っておきながら、あんたは何をやってるんだか。だってでも言っておきながらって、あんたの頭には狭間って地名は入っていないのか。あの山の入り口になってる鎮守の森の奥に狭間の屋敷があるんだよ。はい。山に登る前にでも後にでも少し歩くだけで立ち寄れたはずなのにね。やれやれ、仕方のない子だよあんたは。さくやさん、日が出ている間なら大丈夫だろうから連れて行ってあげるよ。バスより私の車の方が何かと都合がいいだろうしね。咲夜さん、この車ってデコボコ道に強いんじゃなかったっけ。強いよ。そうでもなけりゃもっと安くて燃費のいい、環境にも懐にも優しい車に乗り換えてるよ。でもガタガタ揺れてるよ。走破性と居住性は別項目だからね。戦車なんかは乗り心地最悪だって話だよ。それよりケイ、前に見える脇道。
昨日はあそこから入ったんだろう。あ、旅館のおかみさんに教えてもらって。それでもう少し進むとだね。ほら、ケイ、どうしたんだい？え？別に何でもない。ならいいけど、もうついてるよ。私もここに来るのは随分と久しぶりだね。ほら。ありがとう、咲夜さん優しい。おだてたって何にも出ないよ。ほら、到着だ。あれが恵美子さんの家で、あんたが生まれた屋敷だよ。金持ちのお屋敷みたい。一応蛇塚の昔話に出てくる長者の末ってことになってるからね。そうなの？佐藤や武藤の霊と同じで、加藤の藤も藤原氏の縁故だからなんだとさ。もう藤原氏か。なんかピンとこないな。だろうね。それに本当のところ、あんたの波藤は藤原ゆかりのせいじゃないし。なんだ。ご先祖が長者だっていうのは間違いないんだけどね。来る途中、森に入るまでの間、見渡す限り田畑が広がっていただろう。うん。あれ、戦後の農地改革まではほとんど波藤の持ち物だったんだよ。恵美子さんがあんたぐらいの時はそうだったから、まだ最近だ。ほんと？すごいな。時代が違ったら、私もお嬢様だったり、お姫様だったりしたわけだ。ああ、お姫様だったね。でもまあ、昔は昔、今は今だよね。私は手狭なアパート暮らしが身に馴染んだ庶民だし。生まれたのはこの屋敷でだけどね。それじゃ、中を見に行こうか。
う、甘い灰。静かに、何かいる。ふえ。そこだ！じゃない。さくやさん、私、化かされたりした？それで納得したら化かされたことになるよ。そっちはおとりだよ。音や姿は他に託せても、匂いまでは分散させられないからね。